いいたします。はい、それでは揚げていきます。スナネコは北アフリカや中央アジアなど砂漠地帯に住む動物です。この可愛らしい見た目から別名砂漠の天使と呼ばれています。落ちちゃった落ちちゃった。非常に可愛らしい見た目をしていますが、れっきとした肉食動物。今食べているおやつは、いやいや今食べているおやつは生の鶏肉です。生の鶏肉、鶏肉。ちなみに今日お家に帰った後食べるのはひよことネズミです。はい、骨ごとバリバリと噛み砕いて食べてしまいます。非常に、噛む力が強いのと鋭い牙や爪を持った動物です。違うお肉も食べられるのかな。あとは馬肉を食べてます、うん、馬のお肉。そうそう、馬肉って何ですか。馬のお肉。スナネコは砂漠に住む動物なので独特な特徴があるのでご紹介します。まず立ち上がった時に足の裏ご注目。ペッタンできますか。はい、足の裏どうですか。黒いですよね。はい、これ長い毛で覆われてしまっているんです。肉球見えません。はい、そうなんです。砂漠の砂の上非常に暑くなりますので足の裏を火傷しないように保護をしています。また大きな耳、この入り口や中までも長い毛がふさふさと生えています。これも耳の中に水が、はい、耳の中に、砂が入らないように保護をしています。はい、最後の1個です。その顔はい、ラスト1個。食べ終わった後には手をきれいに舐めとるグルーミングという行動を行いますのでそちらもぜひご覧ください。なくなっちゃった。はい、ごちそうさまでした。おやつ食べ過ぎちゃうとご飯が入らなくなっちゃうので今日はここで終わりです。